お、どうも、クズドホになるかでです。サッポロレンジのサボガッティです。はい、ということでですね、はい、僕、前なんだっけな、ポン酢って最強なんじゃねみたいな人があったじゃん。あー、ポン酢最強説立証してみたんですね。あれの時も言ったんですけど、僕、ピーマンが幼少期から、まあ、好きではない。はいはいはい、食べれるけど好んで食おうとは一切思わないんですよ。はいはいはい、で先日ね、キョンクマさんいるじゃないですか、はい、YouTuber さんの、どうもキョンちゃんですって人いるじゃないですか。はいはいはい、でなんかピーマンをなんか炊飯器でなんかこうバーッて30分ぐらいやって、うん、うまいみたいな。これもうフルーツになってるみたいな。これだとピーマン嫌いじゃなくて食えるんですよ。うんうん、こんな感じでご用意させていただいて。めっちゃ変なこと言っていい？歯ぐき見て匂いから匂いください。匂いは何だろうな。なんか青臭さみたいなの消えてるの。ないね、本当なんかさつまいもみたいな感じ。ああ、確かそう。緑のこう鮮やかな感じじゃなくなってますよね。いただきます。どうですか？あれ？ん？苦手だな、俺。全然美味しくねえじゃん。フルーツとか、ね、どうさ、キョンクマさんの動画ではフルーツみたいみたいな言ってたけど、むしろもっとまずくなってない？特に何も書いてなかったんだけど。なんなんマジで。なんなんですかこれ。え、じゃあ俺さ、めんつゆ置いてあったじゃん、うん、それめんつゆつけてみていい？ああ、確かにいいかもね。ちょっとめんつゆつけてみますね、僕。やばいだろ、俺。つけますね。これなら全然食えるわ。あ、マジか、うん、上の上部だけちょっと苦味は確かに消えてることは消えてるのよ。うんうんうん、まあ、こういう食べ方もあるんだって感じだよね。持ってる。え、これうまい。マジで。うん、え、それあれごとに違う。個体値があるんだわ、ピーマンって多分。苦味ない。そのフルーツにはなってないけど、俺ははるかに食いやすいかも。正直醤油だけど、うん、これ苦いわ。ちょうど甘いの引いてるだけなのかな。かもしんない。好んで食おうとは思わないけど、これで出されたらまだ喜んで食えるかもしれない。まだ普通のよりかは、うん、あ、これめっちゃ甘かった。だよね、うん、検証結果は、はい、ピーマンには個体値があるか、はい、炊飯器のポジションによって味が変わる。でも確実に、うん、キョンさんの言ったことは本当ですね、うんうん、一応ピーマン嫌いな俺でもこんなのってパクパク食えないもん俺ピーマン。あー、でも生で塩つけて食ったりとかってできるじゃんピーマンって一応、うん、もう絶対こんなバリバリ食えないと思います、これをねここからこう切って何かに入れたりしてもいいかなと思います。うんうんうん、まあ、ちょっと今後もちょっと嫌いなものを克服、苦手克服ですよ。そうですね、これやっていきましょうよ。いきましょう。というわけで、はい、じゃあこれが一番うまかった。うん、それはもう最高でした。高低差がすごいから、まずいからのうまいだから。うわうまいうまいうまい。